メキシコ湾に設置されている石油プラットフォームサンタバーバラ海峡のプラットフォームハリードイツ最大の油田であるミタルプレート石油プラットフォームまたは石油リグは海底から石油や天然ガスを掘削生産するために必要な労働者や機械類を収容する海上に設置される規模の大きい海洋構造物である水深など環境に応じてプラットフォームを海底につないで 人工島にするか、あるいは浮かせた状態にする。一般的に、石油プラットフォームは大陸方に設置されるが、技術の進歩に伴って、より深海での掘削石油生産が可能になっている。原油価格の動向によって、掘削コストの合理性は変動する。試行性の掘削技術により、一つのプラットフォームから、異なる深度の複数の場所に向けて、 30ほどの構成の掘削を行うことが可能である。また多くのプラットフォームではアンビリカルケーブルに接続された遠隔構成があり、そこからさらに周辺の多数の構成に分岐していることもある。シンガポールの政府系複合企業、ケッペルコーポレーションが世界最大手である。ついで、セムコープなども同国の南西側のジュロン地域に集中するシップヤードと呼ばれる。 湾岸区域での基地を持つ、高度な油田探査ソフト、溶接、切断技術、安全確保に長けており、同国における石油、ガス産業は製造業の中枢鬼になってきた。ケッペルは、東南アジア各国、ブラジル、メキシコ、中国、北欧各国など、世界中の産油国にプラットフォームを輸出している。第二次世界大戦において、 イギリスを防衛するために建設されたテムズ海上要塞が現代の海上石油プラットフォームの直接の先祖であると考えられる。この要塞はあらかじめ構造を作っておき浮かせてテムズ入りへの設置位置まで移動させた後その浅い底に着底させることで極めて短期間に建設された。1938年スペリオル石油会社が ルイジアナ州沖のメキシコ湾岸油田に最初の海上石油プラットフォームを建設した。海洋浮上式のプラットフォームの製造は造船会社、または系列の会社が担う例が多く見られるが、原油価格の変動によるコスト増や安い労働力を背景とする新興企業の安値構成により企業の顔ぶれが変わる。2010年代には、 シンガポールのセムコープマリンなどが受注を伸ばす一方、2017年には日本の IHI が2018年には韓国の現代重工業が赤字を理由に石油プラットフォームを含む海洋構造物の事業から撤退、大規模な見直しを行う例が見られた。石油プラットフォームは人類が建造した移動可能な構造物としては世界で最も大きい部類に属する。 プラットフォームはいくつかの異なる種類に分類される。様々なタイプのプラットフォーム固定式プラットフォーム固定式。プラットフォームはコンクリートや鋼鉄でできた足を持ち、その足を直接海底に固定して建設され、足の上に掘削設備や石油の生産設備、作業員のための設備などを設置するデッキを乗せている。この種類のプラットフォームは固定されていて動かない性質を利用して、 長期間の使用を想定して設計されている。素材としては、鋼鉄。鋼鉄のケイソンは、中空の鋼鉄の管のようなものを使い、海底にねじ込まれる。コンクリートのケイソンは、コンディープと呼ばれる構想によって使われるようになり、内部が石油を貯蔵できるタンクになっていることが多い。また、タンクはケイソンを浮かせるためによく用いられ、海岸付近で建設して、設置位置まで輸送して、 海底に沈めて設置するために用いられる。固定式プラットフォームは約1700フィートほどまでの深さならば経済的であると言われる。コンプライアントタワー横倒しにして端けで運送中のコンプライアントタワー。この後海中に投下し直立させた上海底へ着底させるコンプライアントタワーは細くて柔軟な登場の構造物を積み重ねた基礎の上に 掘削生産設備を収容したデッキを載せているものである。コンプライアントタワーは横方向の大きなたわみや力に耐えられるように設計され深さが1500フィートから3000フィートくらいまでの範囲で使用される。反潜水式プラットフォーム反潜水式プラットフォームドリルシップ式反潜水式プラットフォームは全体としては海に浮いている構造である。 脚部は海の中にあり、構造物を浮かせられるだけの浮力を持ちながら、構造物の上部を上に向けて立っていられるだけの重さを持っている。反戦水式プラットフォームは場所を移動させることが可能で、浮力タンクに水を入れることで上下させることも可能である。通常は駆使作作業中は怒りを入れて固定するが、自動繊維放置装置によっても場所を設定することができる。 半潜水式プラットフォームは600フィートから6000フィートほどまでの深さで使用可能であり、水深の深い海底油田の掘削が可能となる。船体の揺れも少なく安定していることから、北海などの海床の厳しい海域での稼働が可能である。乾板昇降式プラットフォーム乾板昇降式は、ジャッキアップ式とも呼ばれ、船のように移動して、備え付けられた足を海底に下ろして設置させ、 潮流などの自然環境に合わせて、甲板をジャッキアップして設置する。浅い海でのみ用いられる。ドリルシップ式手前が、洋上支援船、トイサパーセウス、奥が第五世代深海掘作船、ディスカバラーエンタープライズドリルシップ式は、掘削装置を備えた船である。新しい油田やガス田を探索するときによく、用いられるが、科学的な探索目的でも用いられる。 しばしばタンカーを改造して建造され、自動繊維保持装置を利用して、屈作地点に止まる。大水深での稼働と高移動性が特徴。二重式生産貯蔵積み出し設備。二重式生産貯蔵積み出し設備は、石油の処理設備を備えた大きな船であり、長期間にわたって一地点に固定されて使用される。二重式生産システムには、二重式生産貯蔵積み出し設備。 不体式貯蔵積み出し設備、不体式貯蔵設備などの種類がある。これらは掘削そのものは行わず、他の方式で掘削した構成からの生産や貯蔵、積み出しのみを行う。緊張系流式プラットフォーム、緊張系流式プラットフォームは水に浮く構造物をケーブルで海底に、ほとんどの縦方向の動きが起きないような方法で固定したものである。構造物には、 強い浮力がかかるように設計されており、ケーブルで海底へ強く引っ張ることで、ほとんど移動しない構造物を実現している。TLP は6000フィートほどの深さまで使用される。従来からの TLP は、セミサブのような4つのコラムを備えた構造をしている。シースターや、モーゼスミニ TLP と言われるものは、より低コストで、 600フィートから3500フィートほどの範囲で使用される。ミニ TLP は深海探査における初期生産プラットフォームなどとしても用いられる。スパースパーは TLP のように海底に係留されているが、TLP が垂直方向に張力を持つケーブルで固定されているのに対して、スパーは従来型のケーブルで固定されている。スパーは3種類の形式で設計されている。 一つは従来型で一つの垂直な円筒状の構造物を持っている。もう一つはトラススパーで上部の浮力構造体と下部のバラストを入れた構造体を結ぶトラス構造を持っている。三つ目はセルスパーで複数の垂直な円筒状の構造物を持っている。小型や中型のプラットフォームを作る上では TLP よりもスパーの方が経済的であり、 また株に重りを持ち垂直の向きを保つために、軽流作に頼っていないために、本質的に安定している。軽流作に備えられた、チェーンジャッキを利用することで、水平方向に移動することもできる。最初に生産を開始したスパーは、カーマックギーのネプチューンで、メキシコ湾の1930フィートの深さの地点に、設置された、不重生産設備である。ただし、 かつては、スパーは、不体式貯蔵積み出し設備として用いられていた。ドミニオン石油のデビルズタワーというスパーは5610フィートの深さの地点に設置されていて、世界最新のスパーである。最初のトラススパーは、カーマックギーのブーム版と南線である。唯一のセルスパーは、カーマックギーのレッドホークである。無人設備無人設備は、デッキとヘリパッド。 緊急のシェルターで構成された小さなプラットフォームである。通常の運営では遠隔制御で動くように設計されており、定期保守作業やその他の作業の必要な時にだけ作業員が訪問する。ブラジルのペトルブラス社が運用する100%国産の反潜水式プラットフォーム P-51 ノルウェーで建造中の重力着底型構造物したと不要度。 完成して設置されるとほとんどすべてが海中に沈むメキシコ湾に設置されている石油プラットフォームであるペトロニアスは海底から測ると高さが2000フィートある。評価基準にもよるがこれは2010年にブルジュハリファが完成するまで世界で最も高い人工構造物であった。大西洋のニューファンドランド島沖ジャンヌダルク海盆に所在するハイバーニア油田には 世界最大の石油、ガスプラットフォームが設置されている。海底に設置されている重力着底型構造物は高さ364フィートで高さ278.8フィートのケイソンの中に130万バレルの原油を貯蔵することができる。このプラットフォームはギザギザの縁を持っていて氷山の衝撃に耐えられるようになっており、 小さなコンクリート製の島のように設計されている。重力着底型構造物は、貯蔵タンク以外の部分はバラストで締められており、全重量は120万トンに達する。このプラットフォームの高さは737フィートで、これはニューヨークのエンパイアステートビルディングの約半分で、カルガリータワーより108フィート高いものとなっている。典型的な石油プラットフォームは、 エネルギーと水の供給については自給自足で発電設備を備え海水の脱塩処理により水を作り出している。石油やガスを生産するために必要な設備もすべて備えられており、生産した原油やガスはパイプラインで地上へ送られるか、付帯式貯蔵設備や積み出し設備に送られるようになっている。石油やガスの生産、処理に用いられる装置は、航行装置、分岐管、 不純物分離装置、ガス乾燥装置、ガス圧縮装置、注水ポンプ、石油、ガス計量装置、主油ポンプなどである。すべての生産設備は環境への影響を最小限にするように設計されている。大型のプラットフォームは、イギリスのローレアのような小さな緊急支援船に支援されており、例えば捜索救難活動が必要になった場合など、 何か問題が起きた場合に呼び出される。通常の運営が行われているときは、プラットフォーム補給船が常に、プラットフォームへ補給を行い、また牽引船も補給を行うとともに、プラットフォームを所定の位置へ牽引し、救難、消防船として待機している。プラットフォームにより、乗組員の人数や構成は大きく異なっている。プラットフォームは、本質的に、 かなりのコストがかかるものであるので、作業を24時間継続して行うことで、生産性を最大化することが重要とされる。また、掘作地の場所や環境に合わせて、数ヶ月の期間の駐在が必要となる。実際に炭査油源を掘り当てた場合は、担当者らにボーナスを与えるなどインセンティブを設ける場合が多い。24時間の操業体制を維持するため、少なくとも、日勤と夜勤の 二チームの完全な乗組員の組み合わせが常時乗り組んでいる必要がある。乗組員は定期的に交代しており、典型的には2週間ほどの交代間隔である。船内には運動、娯楽設備なども整っており、補給船によって定期的に物資が供給される。ここに示したすべての職種がすべてのプラットフォームにあるわけでは、必ずしもなく小さなプラットフォームでは一人が、 複数の分野を受け持っていることもある。また、職種の名前は場所によって異なっている。石油プラットフォームの典型例厳しい環境の中で、しばしば非常に高圧で振る舞いの予想しづらい物質を掘り出すという、その運営の本質上、リスクを含んでおりしばしば事故に見舞われる。1988年7月、北海のパイパー油田にある、 オクシデンタルペトロリウムのパイパーアルファがガス漏れ事故を起こして爆発し167名が死亡した。この事故により石油採掘に使うリグから居住区画を離して別なリグに設置するという教訓が得られた。しかし2002年にはニューオーリンズ沖の石油プラットフォームが爆発事故を起こしたように現在もリスクの根本的な解決には至っていない。 2010年4月には、ルイジアナ州沖の反戦水式プラットフォーム、ディープウォーターホライズンが爆発し、メキシコ湾に大量の石油が流出した。プラットフォームはそれ自体が危険な環境下に設置されている。1980年3月、北海のアレキサンダー・キールラントプラットフォームが嵐により転覆し、123名が死亡した。 石油業界に絡む反対運動や陰謀、あるいは石油や天然ガスの経済に占める重要度からアメリカのプラットフォームはテロリストの攻撃目標になり得ると考えられている。会場のテロ対策に関係する当局はしばしばプラットフォーム攻撃への対処訓練を行っている。イギリスの海域において すべてのプラットフォームを撤去するのにかかる費用は1995年時点で3450億ドルに上ると推定されており、パイプラインの撤去まで含むと6210億ドルに達するとされている。浮力タンクに溜まった重金属が水の中に浸透するという問題もあり、その廃棄に際してはリスクがある。また完全に解体されずに残ったプラットフォームの位置を、 船舶が通過するときの問題もあり、漁船が網を引っ掛けるなどの問題がある。ブレントスパーの高さ449フィートの貯蔵部位を1996年に撤去する提案が出されたときには、グリーンピースがこれを占拠して、イギリスで環境上の問題となった。この事件により、ヨーロッパで石油プラットフォームの廃棄に関する政策が見直されることになった。アメリカでは、 海洋生物学者のミルトン・ラブがカリフォルニア沖の石油プラットフォームに関して多大な費用をかけて撤去するのではなく人工魚場として損置することを提案している。11年間の研究でその地域の減少しつつある魚種にとってプラットフォームが隠れ場所となっていることを発見したためである。ラブは政府機関の資金提供を受けているが一部では カリフォルニア人工漁礁拡張プログラムの支援も受けている。アメリカ海洋大気庁でメキシコ湾では200以上のプラットフォームが同様に人工漁礁に転用されている。深さの記録は公開されている。最も構造物が高いのは不常式のマグノリアであり1500メートルある。不常式ではないものではありがとうございます。